こんにちは。川田です。8月5日、金曜日になりました。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。ということで、6月16日、これが、あの、今回相場の安値なんですよね。もう一回付けに行くか、これを見に行くかどうかわかりませんが、とりあえずそこからは少し上がっております。ということで、今日ももろもろやってみたいと思います。まずですね、明日の、えっ、ー、とつ、通常土曜日にやっております、人生を豊かにする日経の読み方。これやらないって言ってたんですけど、やります。なので、えっ、ー、と、大阪からやります。 ですけどまだ申し込みがですね、普段よりも少ない、まあ、10名じゃなくて、まあ、30数名だったんですけど、いつも7、80名はおられますので、ぜひなんかお忘れとか、ですね、今週ないんだと思っておられる方、やりますから、PTX でお申し込みください。 で、えー、あの実験企画ということで、昨日初めて始め、やってみたんですけど、昼の12時に、Zoom でですね、えー、っと、今なぜ米国株式が必要かというのはですね、えー、リスクマネジメントラボラトリーというあの会社のですね、高田さんと一緒にやってみました。あまあ、のでもまあ、初回なので要領ちょっと偉かったんですけども、これちょっとですね、あの、続け、週に1回のペー,スペースで続けようかなと。で、原則木曜日の昼なんですけども、 これも非常に流動的でして、いろんなやり方でやって皆様のご要望に応えたいと思います。で、ただし来週は11日休みなんですよね。なので、その前の日、水曜日の昼の12時からやります。で、リスクマネジメントラボトーという産地はこんなにたくさん視点がある大きな保,保険代理店、それから IFA の法人さんなんですよね。で、お申し込みはですね、この高田さんにですね、えー、経由で この QR コードでお申し込みくださいということです。そして来週月曜日の、えーっとえー、夜9時、夜7時はですね、えー、定例のになりましたが、マネックス証券でオンラインセミナーやります。これもまた SP500 の,あの推進、利点をですね、アピールしたいと思っております。で、この土曜日ですけども、この伊豆き組のですね、決起集会がありまして、私はあの大阪に参ります。 で、大倉、川田、で、伊づき、御体ということで、どこでやるか、これがすごいんですよ。これこ、こんな、リッツ・カールトンって、こんな感じで、僕は行ったと思うんですけども、ちょっとあの、まあそうだな、何年も前に行きましたね、あの泊,ま泊まったことあります。なので、不審な二人組、私と大倉さんがですね、超高級、超高級リッツ・カールトン大阪で徘徊してるかもしれないと、明日の土曜日、朝10時ぐらい、まあ、ここら辺で、あの、し <laughs> そうなんか不審者として呼び止められてるかもしれませんが、まあこうホテルは入れるんですよね。 なので、もしあのご興味あればじゃなくて、えっ、ー、と、会ってみたいという人はですね、えー、あの、おいでいただければ、うろうろしてるかと思います。で、その大倉さんはですね、昨日動画アップしました。上げても下げても全部ノイズだと。といや、でも、きの私収録してですね、早速アップしたんですけども、多くの方にアクセスいただいて、まあ、本当にこの人ね、いいこと言ってるっていうか、当たり前のことをやる言,言ってるんだけど、当たり前のことができる、いかにやるのが難しいかということを2人で納得し ししながらやってましたで、早速ですね、いろんな方から、えー、っとコメントいただき、ありがとうございます。で、ま,ま,だ,やってまだやってますよこ、えーっと。この後ですね、9時から、今収録の後、この収録の後ですね、 火曜日と金曜日の9時からですね、保険募集人と IFA のためのですね、日経新聞実践読み方講座っていうのをやってます。時間短いですけども、今日の新聞、日経新聞、ずいぶん面白いことを今日、あの、たくさんありました。それをですね、ぎゅっと凝縮して、皆さんと一緒に勉強したいと思います。 まあ、もしご興味あればですね、えっ、ー、と、この IFA にお申し込みいただきたいと思います。ただ、参加資格がありまして、ということで、ここにあります。で、あとはですね、えー、人生、これ大阪からやるって言いましたですよね。それからメディア、これはメルマガはですね、実は今週休みです。どういうわけか。あの、週に、なんか、えっ、ー、と、52回のうちのですね、何回か休みもらってるんですよね。その休みに当たりましたんで、お休み。で、えっ、ー、と、水曜日はですね、えー 午後、夜8時にですね、オンライントークってやってまして、先週私がバロンズのことをやったんですけども、今週、この10日はですね、お手森さんという元あの、えー、っと、アジア株と日本株のファンドマネージャーですね、この方がうちのサロンの会員でして、えー、まあ、本当にすごいバブルの時にやっておられた方なんで、その時の解雇談を聞こうかと思っております。 その、その翌週が藤井さん、野林さん、本橋さんというふうになります。で、日経新聞の読み合わせは、これは今回はお休みということですね。ちょうどあの、組がもう始まってますんで。 残念ながらということです。で、これはサロンはですね、月額3300円でお申し込みいただけます。あとですね、えー、日本株を、アメリカ株をなぜ買わないとだめかっていうですね、根本理由はですね、私いつも思いますけど、この武者リサーチのこのレポートを読んでいただいて、えーえー、っと、まあ、あの動画もアップさ、武者さんのサイトに行けばアップされてますので、えー、産経新聞の小森さんの、このリサーチレポートを読むのはね、小森さんのレクチャー聞いてから読んだ方が頭に入ると思います。 でもこれは非常に大事なことをおっしゃってて、ここが分かるとっていうか、ここに、そうだよねと思うと、ですねやっぱりアメリカ株をまあ自分の資産形成のメインのツールにするようになると思いますよ。はい、それからメディア出演は、次は実は8月17日ですから、お盆明けになりますか、これは私ですね。はい、で昨日のマーケットですけども、ナスダックが強いんですよね。 あのだらだらそんなにあの大きく動きませんでしたですけども、まあでも50ベーシスぐらい高いところあって、下がって40ベーシス上がってますから、まあ、まあ、まあですねあ、今晩の雇用統計ということであの、大きく動けなかったって言うんですけど、まあ全部そんなの後,後付けで、まあ一休みですよね。<laughs> で、今週はですね、ダウはマイナスなんですけども、今、他の指数は結構上がってますよね。これ分 が追いかけてまして、史上最高値からの下落率もついになダなく100はですね、2割を切ってきたということですね。これが32、3%までいってましたかね。 ということで、えーまあ、楽しみになってまいりました。これがあの昨ののマーケットですけども、エネルギー株が下落していると、あの後でチャートを見ますけども、原油がずいぶん下げてるんですよねあの。ロシアによる今年2月のウクライナ侵攻、2月24日開始以前の安値に下げたと。あのメスター総裁はですね、えー、クリーブランド連議、これは同じこと、改めて強調、英語だと、reiterate とかなんとかって言うんですよね。こんな言葉がね、なかなか出てこないですよね。 レイティレイトとかなんとかって言ってました。で、えっと、あとコインベースグローバルが10%、まあ、随分下げてますか、えー。なんかね、ブラックロックと提携して、機関投資家がこの暗号資産の取引管理サービスを利用できるようになったということなんですよね。で、リリーは下げた。それからメタが社債発行とか。で、これリフト、なんか決算出てたんですけども、5%ぐらい上がってると。でもリフトってこれ、 IPO の時なんか90度,90度ぐらいあるんですよね。ですけども、まあ、こんだけ下げて、ここ5%ぐらい上げたということで、なんか話題になってました。それからこれがですね、えー、っと、まあ、今回の相場の戻りでですね、ちょっと特徴的になっているかなと思って持ってきたんですけども、SPY のグロース株と、それからバリュー株のを、 比較すると、まあ、こっち上に行くとですねグロースが相対的に優位、下に向かうとバリュー株が相対的に優位ということで、どうですか、去年の一昨年になりますか、あのこのコロナの6月ぐらい、まあ、よく上がってた時期のレベルにまでですね、まあ、戻してきたということですよね。まあ、バリュー株はだからずいぶん有利だと思われてたんですけども、も気がつくとここへ来てグロースがずいぶん戻してると。 とということです長期では、この金融危機以降はですねグロース株の方が優位なんですよね。はい、で、これに、えーっと、新聞に出てたんですけども、SP500 のストラテジスト予想ということでまとめてあったんで、今、4151なんですよね。ほら、足元の水準、これは昨日は415、その前の日が4155なんですけども、えー、っとこの SP500 ね。 で、えー、一番の強気はオッペンハイマーというところで4800。あの、それから JP モルガン、ゴールドマン・サックスとこう続くんですけども、弱気がですね、えー、マイク・ウィルソンというモルガン・スタンレー。これ3100にもな,なるとかって言ってた。それからバ,バンコーブ・アメリカのあの、スブラマ、えーえー スブラマニアンっていう女性のストラテジストですね。この人はずっと弱気でして、この2人はですね、下がってきたときには、それ見たことかなんですけど、ここへ上がってきてですね、今でもこうやって弱気言ってると、しまいにやっぱり職を失うんじゃないかと私は思ってるんですけども、<laughs> あの、まあ、どうですか。で、これがですね、えー、っと、SP500 ですけども、昨日は4151でしょいや。あの、マイク・ウェルソンなんかは一時3100とかなんとかっていう理屈では、で、3600ぐらいだ。 で、ここは誰だっけ今、今のところか。で、ここは高値が、えー、オッペンハイマーとか、こんな感じなんですよね。この4300とかね。4300、ここはゴールドマンか。ということです。で、番カ目、ほら、えー、っと、4500から3600にウォール街で最も低いっていうのはね、これが、 えっと、さっき言ったスブラマニアンという人ですね。それからモルガン・スタンレイ、マイク・ウィルソンはですね、ベア、こんなも、こんな、こんなんで上げ、下げが止まったと思っちゃいけないとか言って、この人大丈夫かなと私は思うんですけども、まあ、あの、えー、UBS が割と強気なんですけども、えっ、ー、と、予想に、年末の4850から4150、4150、あ、これ弱気の頃か。4850から4150に変えたっていうんですよね。それからクレディスイスは比較的強気なんかな。 それから、えっ、ー、と、これは業種別ヘルスケア、ヘルスケアはね、でもそうなんだけど、もうかなんですね。まあ、だからこういうのは、ストラテジストは無難なことしか言わないわけですよね。ハイテクだとか言って、えー、下がったら当たらんかったと。かエネルギーだっていうのもまだ怖いと、今からね、ということですね。で、これがあの AAII、全米個人投資家で、久方ぶりに、This is the highest reading since the first week of June. When the 今と同じような水準にいたときに、やっぱりブリッシュの割合が3割超えたこの,時この,この,この,このレベルだったということを言ってるわけですよね。まあ、こういうのは完全に今となっちゃう。この局面では地、地高指標なんで、話題作りの一つ,一つにしかすぎません。で、これがあの昨日のマーケット、だいたい横ばい、ほら、まあ、ナスダックはこう下がって、 ちょっっと切り替えしてるってるいう感じですよねでエネルギーが3.59%も下げてますからね。で、えー、っとあ、これが、えー、っとビックス指数で、最近、まあ、下がってきましたねっていうことなんですよ。で、最近の相場反発基調にもかかわらず、まあ、20, 以下20以下でないとだめなのに、まだ20以上にいるっていうようなこと、ただし変動幅がちっちゃいので、まあ、あのまあ、安定してるかなというようなことなんですよね。で、えー、っと、ほら。 サビタ・スブラ・マニアンって僕はなかなか覚えないんですよ。これインド系の名前の人ですよね。この人は最近数年間かな、テレビにもよく出る、出る、出,出,て,る出てるんですけど、まあバロンズでもしょっちゅう出てきますけども、私はこの人当たらんと思いま当、当たってないと、今回は当たりましたけど、基本的にはなんかこのなんかあんまりこう、協情主義っていうんですかね。 あの、なかなかマーケットあんまま見てないんじゃないかなと思うような発言がすごく多くってっていうことです。これがですね、えっ、ー、と NDQ、あの、ナスダック100ですね。ナスダック100は、ほら、ここが、今日5月2日ぐらいのレベルだったと思いますね。見てたら。で、えっ、ー、と、あとは2月23日、23日、24日の寄り付きが安いわけですから、ここ。それから3月17日かなとか、ここら辺。だからここら辺まで来たんですよ。要は。 だからこの次上はここでしょ ?1 万4000ポイント。まあ、そうなるとまあ、これで少し安心かなというようなことなんですけども、安心は禁物です。13311が昨日の引け値で、で、ここの中にはもうなくなったなと思って見てたら、えっ、ー、と、5月の、えっ、ー、と、さっき言った2日3日、とかここら辺のレベルにまで戻ってるんですよね。 で、SP500 は4151だから、どっかやっぱり5月の日本でいうゴールデンウィーク中の水準にまで戻ってます。で、これがいつもの10年債2年債ですけども、ここはマイナス20ベーシスで落ち着いてますね。それから10年債は2.688まで下がってる。まあ、2年、2年債も3%弱ですね。で、これが、あの、 フェドウォッチですけどもね、ここはあんまり変わら、変わってないですよね、えー。次回、9月はですね、ポツ5というのは、えー、っと、この9月の上げ幅は、ポツ25が2.4回分って書いてますから、ポツ5とポツ75の間、まあ、こ、こ,こ、こんな感じ。これがポツ5。これがポツ75だと思っている人の割合です。で、年内はですね、今2.5だから、あと1%の誘導レートの引き上げってことになると、えー、っと、まあ、9月にポツ5なら、 あと、それをポツ、ポツ2号を2回やれば1、1%引き上げると。まあ、それも分かりませんけどね、これも僕はね、最近当てにならんなと思ってますね。で、これがですね、期待インフレ率で、今年2.5%ぐらいで、あんまり変わってないですね。落ち着いてます。で、これがテレビ見てたら、今日じゃなくて、昨日のテレビ見てたら、要はね、これ見方はね、1年歳から10年歳で、インフレ期待、1年から10年のインフレ期待がですね、 3月、5月、6月、8月ですね。ずーっと沈静化していってるっていうことを言ってるわけですね。まあ、これ、長いものを見ても、見てはあんまり変わらないんですけども、これ、ほら10年歳の、10年のですね、期待インフレ率がこの 3. 点いくつあったっていうのが3月ですよね。これ、見方はね、ほら、ここに3、3月頃にに 3. 点いくつあったって、ここのことを言ってるわけですね。ここからがずーっと下がってきたっていうことを言ってるわけです。はい。 これはまあ、債券は、ね、本当に奥が深いですね。で、えっと、これそれからですねこれはあの、えっと、実質金利、10年の実質金利で、ずいぶん下がってきたんですけど、昨日に限ればちょっと上がりました。ただし、5年の実質金利はまあマイナスになってたんですよね。マイナスになってたものが若干のプラマイ。だからこれが上になると金融引き締め状況。だからインフレを根 コンテイン、つまり閉じ込めないとダメなときはですね、実質金利がプラス、大きくプラスでないとダメなんですよね。それをお、まあ、取りも直さず株価には、今の局面では随分マイナスだということです。そういう意味で、まあ少し落ちてきたんで、えー、まあ株価にはちょっと優しい状況になってるということですね。で、これが GDP ナウが直近ですね、 あの、改定されまして、えー、第2、第二四半期はマイナス0.9と予想し、あの、速報値出ましたよね。で、これ、ここで言ってるのは第3クォーターです。今、今のクォーターですね。七九はですね、プラス1.4%。まあ、あの、これはエコノミストの予想の返事、レンジなんですけども、アトランタ連銀の GDP ナウはですね、1.4ぐらい。こ、ここら、ここら辺ですか。1.4、ここにいるっていうことを言ってるわけですね。 でガソリンもですね4.139、ついに4ドル割れがです、ね、なんか視野に入ってきたかなということなんですけども、まあ、それでも、ね、年初からは1ドル高いというようなことを言ってましたから、本当はもうちょっと下がってくれた方が、あ政権にもと消費者にもいいということですよね。はい、で、これが、えー、WTI ですけど、これ、昨日前回、月曜日で一緒なんですけど、200日終わったって、まあ、WTI は今日93ドルぐらいになってましたよね。 でブレントがえっとあブレントは93だ。w t r は80ドル台ですよね。で93というのはウクライナ侵攻前、2月24日とか、ここら辺を割ってきたということを言ってるわけですよね。はい、でこれがですね、石油株です。これ、テレビ、CNBC 見てたら、あのシェブロンはオフ・フラム・イヤ・ハイ年初、年初の高値。年あの 今年の高値からですね、えっと、17%安い、ダイヤモンドシャムロックっていうのは28%安い、オキシデンタルは22%安い、シュランベルジーは31%安いということを言っているわけです。でこれは一過去1年の、えー、これらの株価と、SP500 は、えー、過,去過去1年でマイナス5%強。だけど、これらは2倍以上、オキシデンタル、これあの、ウォーレン・バフェットが買ったというやつですかね。で、えー、これエクソンです。で、えー、ダイヤモンドシャムロック。 でこんな感じで、あのまあ、上がってはいるんですけども、ここへ来て、こう、押しているということを言ってるわけです。で、これ、あ、これがストラテジスト、これは終わりましたですね。で、えっと、あとはですね、えっと、この、半導体の指数がですね、過去5日間ではよく上がってる。それから1ヶ月でもよく上がってる。えー、年初来では、まあ、ずいぶん追いかけてきましたけど、まだダメと。で、過去1年では、まあ、ここだということですね。 で業種別ではエネルギーがやっぱり売られてる。だけど、年初から、年初からやっぱりまた、こう、しっかり戻したと思ったらやっぱり下がってくれて、まあ私は個人的にはこれ、下がってくれた方がいいんですよね。で、えっと、今晩はですね、えっと、雇用統計、えー、前月比25万人増、ノンファムペイロールってやつですね。 ということで、失業率3.6、なんかあんまりビッグディールじゃないんで、あ,のあんまり大元じゃないんじゃないかなと思いますが、これ、ずいぶんぶれるんですよね。その後修正修正もされますし、だからまあ、メディアは煽り立てるけども、なニュースがない中でということではないかなと思ってます。で、羽子田さんと私は収録予定、来週火曜日。で、ここにですね、もうこのお見せした。 ずっと前のチャートは、潮目はですね、もう終わりなんですけども、22日ごろに一時的な高値となる展開、その後まま、8月1年1日、惜しめを形成の兆しから半島へということで、まあ、今が8月。 4日の相場ですよね。で、一方、このナスダックはですね、これがまたね、結構資産に富むっていうか、7月15日次より半島の兆しとなり、8月4日頃に一時的な高値。8月4日って今晩ですよね。あ、もう終わったとこ。だこれだと一時的な高値。まあ、今晩からは下押しするのかというような風に見れるということですよね。で、えー、っと、これが、えっと、ダウ、ナスダック。それから私のポートは、まあ、これしっかりしてるんですよね。今の局面だと。 でえー、っとなんかね、チャート見といたのはね、これ、MSCI、私の持ち目が、ね、MSCI とナスダック100のです、ね、相対株価だ,だと、まあほら、MSCI、ずっといいですけど、ここへ来てまた3週連続で、S、ナスダック100よりはパフォーマンスがいいと、だから基本的には、この MSCI は持ってれば、右肩上がりの相場では持ってれば、まああの儲かってきたというのが過去10年ぐらいですかね。まあ、でもだ出遅れる場合,場合もありますからね。 はい、でもここはナスダック100の方がパフォーマンスが良すぎたということではないかと思います。だからサービス団も、ですねなんかまだるっこしい、かったるいというか、フラストレーションたまるう株価値動きしてたんですけども、まあ、でも気が付いてみたら、2019年と一緒、ナスダック100を持っ,てな持ってたのと、そんなに変わらないっていうところまで来てますから、これもですね、まあ、長い時間かければ、ナスダック100よりはまあパフォーマンスが望めるという銘柄だと思っております。 で、これが個別銘柄で、ジブラがダメなんですよね。本当に。で、こいつ、ジブラはここにいます。各1ヶ月。それから、年初来でも、ジブラはここ。でほら、こ,こあの、年初来で、ナスック100よりもいいのは、NCI ですよね。やっぱりね。はい。ということです。こんなとこかな。はい。ということで、今日はこれぐらいにしておきます。とにかく、なんか、今週、今日からですね、まあ、結構忙しいと言いますか、 明日はと、だから、もし本当にご興味あれば、10時、リッツ・カールトン、大阪、1階ロビーということで、あの、皆さん入場できますよね。新社として、僕らは入場できると思ってるんですけども。ということで、失礼します。ありがとうございました。